ホーカーシドレードミネホーカーシドレー HS-125 はイギリスの航空機メーカーでハビランド社が開発したジェット旅客機。1960年代にデハビランドが DH-125Z ドラゴンの名称で開発を開始。試作機はバイパーマーク20ターボジェットエンジンを搭載して1962年8月13日に初飛行した。 その後胴体を1.19メートル、主翼幅を0.91メートル延長し、エンジンを強化した DH-125 シリーズ1が最初の量産型となった。その後デハビランドがホーカーシドレー社に買収され、ホーカーシドレー社はホーカーシドレートライデントと同様に DH-125 を HS-125 に名称を変えて製造と販売を受け継いだ。イギリス空軍は HS-125 をドミネと名付けて、訓練機及び輸送機として採用した。しかし、フォーカーシドレー社が、ブリティッシュエアロスペース社に統合されると、BAE-125 へと名称を変えられた。BAE-125 は、機体の回収やエンジンの乾燥など大規模な改良が、施され、フォーカー800-900シリーズに発展し、ビジネスジェットとして高い評価を受けて、 現在も生産を続けている。BAE125 から800がベース機の U-125 型機。ありがとうございます。